ハヨガは、口周りの筋肉である、高校周囲筋の機能、バランスを整えることを目的としたトレーニング。後進、頬、下、顎を使った体操と、マッサージで構成される。高校周囲筋の機能やバランスが乱れると、咀嚼、咽化、発音など、高校の基本的機能が影響を受け、重篤な場合は、言葉が通じにくい、口からうまく食べられないなど、 日常生活に支障をきたすほか、誤嚥性肺炎など生命に関わるケースもある。歯ヨガの実践により、高校周囲筋を鍛えることで、こうした問題の予防措置となるほか、口周りのたるみや、法令線の改善も期待される。また、高校周囲筋の緊張をほぐすマッサージにより、歯を失う大きな要因として問題視されているブラキシズムの緩和や、 これに伴う頭痛や肩こりの改善も期待できるほか、唾液の分泌を促進するマッサージも組み込まれ、虫歯、口臭、歯周病予防が図られる、高校臭い筋から、全身の美容、健康につながるメソッドとなっている。開発者である、小島司会院の小島理恵副委員長は、補鉄専門医として治療にあたる中で、顎関節症、不正抗合、歯周病などの患者に、 高校筋機能の弱さが共通することから患者ごとにマッサージやストレッチを提案してきた。そのマッサージやストレッチが一般の方にも高校筋機能向上による様々な効果が期待できることから組み合わせや流れについて研究を重ね、早がとして確立。2019年10月商標登録済み。ありがとうございます。